アンディ・サマーズは、イギリスのミュージシャン、作曲家。ポリスのギタリストとして最もよく知られているが、彼の活動は、ニューエイジ音楽や、ロックなどのジャンルにとどまらず、ジャズやクラシック音楽、映画音楽などの分野においても著名である。2011年、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて、第85位。イングランドのランカシャー。 ポルトン・ラ・フィルド生まれ。10代から地方のクラブでジャズギタリストとしてステージに立つ。ボーンマスのマジェスティック・ホテルのバンドの専属ギタリストになり、特にピアニストとのコラボレーションを投資ジャズ的素養を深めるも、選曲や音量など音楽的制限等への不満などからウッドベーシストのバンドリーダーと折り合いが悪くなり、対談。公認ギタリストはロバート・フリップ。 1960年代にズートマネービック、ロールバンドに加わり、初のレコーディングを経験。その後、ズートマネービックバンドから発展した、サイケデリックバンドのダンタリアンズ・チャリオットにも加わった。この二つのバンドはいずれも、ロンドンで一定の成功を収めた。1968年、短期間ソフトマシーンに在籍した後、ズートマネーと再会して、マネーと共に、 好奇アニマルズのアルバム、ラブ・イズに参加。1970年代には、ニール・セダカ、ジョーン・アーマトレーディング、ケビン・エアーズ、ケビン・コイン、ティム・ローズ、ジョン・ロードラとの数多いセッションをこなしていた。その後、アンディは一時音楽活動を休止して、カリフォルニア州立大学のオスリー事項で音楽を学ぶ。ポリスへの参加は、1977年8月である。 それまでのロックのギター演奏では一般的だったパワーコードやブルースのペンタトニックスケールを用いるリフトは異なり分散和オやディレイやコーラスなどのエフェクターを効果的に用いた彼の演奏はポリスのような一つともなりバンドは大成功を収めるしかしバンドの活動期間はさほど長く続かず1978年のアルバムデビュー後 5作のスタジオアルバムを発表した後、1984年には活動停止を発表することとなった。ポリス解散後は、ソロアルバムの制作やジョニー・エッサリッジ、ハービー・ハンコック、トニー・レヴィン、ジンジャー・ベイカー、スティングなど多くのミュージシャンたちのアルバム録音に参加する。ロバート・フリップと2枚のデュオアルバムを発表。また、ギター教本のビデオに出演した経歴もある。さらに、 ダウンアウト・イン、ビバリー・ヒルズや、バーニーズ危ない、ウィークエンドのようなコメディ映画の音楽を担当したり、デニス・ミラーのシニアトーク番組では、テーマ曲の作曲や演奏も手掛けたりもしている。1999年には、スティング参加のジャズアルバム、グリーン・チム・ニーズを発表。2003年3月には、ポリスがアメリカクリーブランド市のロックの殿堂にて減少されることとなったのを機に、 スティング、スチュワート・コープランドと共に、久々に、ポリスとしての活動を行っている。現在は、年に数回程度、ジャズクラブなどで、ステージでの演奏を披露している。音楽の他に、アンディは、文筆家、写真家としても活動している。クローニクルブックス出版のラルフ・ギブソンとの共著、ライト・ストリングス、インプレッションズ・オブ・ザ・ギターではギターにまつわる、数々の文章を執筆する。 また、TV シリーズのザヒッチ・ハイカーやコメディー、アナザー・ユーにゲスト俳優として出演したこともある。アンディは、1968年にロビン・レインと結婚するが、1970年に離婚。1973年には、心理学者のケイトと再婚し、1981年に離婚するが、1985年に復縁し、現在に至る。 1978年に長女、1985年には双子の男の子に恵まれている。ポリス時代のメインギターはブラウンサンバーストのテレキャスターカスタムでキース・リチャーズと同様フロントにキブソン社製のダブルコイルハムバッカーがマウントされている。この個体は他にも様々な回収を受けている。具体的にはブリッジ部分を 本来の3連サドルのものから6連サドルのものに変更しているほか、リアピックアップの装着方法は、コイルバネを介したフローティングマウントからボディへの合傑に変更し、さらにボディ裏にザグリを入れて、プリアンプを追加している。このプリアンプは、ブースターと思われる。また、コントロール部分には、ブースターのオンオフやゲインのコントローラー、ピックアップの位相反転スイッチが増設されている。 このギターは、後にフェンダーカスタムショップから、アンディ・サマーズ・トリビュートテレキャスターとして、ボディの傷や、汚れ、全体に施された、様々な改造に至るまで完璧に再現したギターが、限定発売された。その他、ストラトキャスター、ギブソン・デスポール、ES-335 等を使用している。ポリスの解散後には、スティーブ・クラインが制作した、 クラインギターズのギターを使用していた時期がある。トランストレムを採用し、ボディ全体に、クラインのロゴである、K をデザインした金銀のロゴが散りばめられている。ポリスの活動後期には、キーボードも演奏している。音楽番組、オールド、グレーホイッスルテスト出演時や、ミュージックビデオでは、アリアプロブのポリエチレン -1500 を使用している。 ポリスアニマルズケビンイヤーズケビンコインダンタリアンズチャリオットエヴァーハルトシェーナーストロンチウム90ズートマネーズウィックロールバンドありがとうございます